皆さんこんにちは。この番組では堺家のコンシェルジュであります私白瀬泰蔵が堺市のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます。さて今回のコンシェルジュも虹色キッズスペシャル版として安田保育園と春江北養蜂園の2つの園をご紹介します。そして特集コーナーは堺さんちのちょっと昔の話と夏の夜空を彩った三国花火を美しなふるさとでお届けします。それでは堺さんちのコシェルジェスタートでございます。こんにちは、安田保育園の鈴木です。安田保育園は34人の5歳児が毎日楽しく活動しています。0歳児から5歳児まで146人が触れ合う時間がたくさんあります。畑ではひまわり、朝顔などのお花とじゃがいも、ピーマン、トマト、ナスなどの野菜を育てています。お当番さんが毎日水やりや収穫を行います。収穫したピーマンやナスを使ってのカレークッキングではいつもは苦手な野菜もおかわりして食べていました。プール遊びでは今日はプール入る?と天気のいい日は必ず聞いてくるくらい楽しみにしています。最近では水に顔をつけられなかった子、長い距離を泳げなかった子もどんどん自分の目標を達成していて喜ぶ姿に子どもたちの成長が感じられます。私はケーキ屋さんになりたいです。僕は警察官になりたいです。僕は恐竜博士になりたいです。僕はサッカー選手になりたいです。私はアイドルになりたいです。私はケーキ屋さんになりたいです。僕はサッカー選手になりたいです。僕は警察官になりたいです。僕は大きくなったら消防士になりたいです。私はケーキ屋さんになりたいです。僕は警察官になりたいです。私は幼稚園の先生になりたいです。僕は数年先生になりたいです。僕はパイロットになりたいです。僕は歯医者さんになりたいです。私はアイドルになりたいです。堺市の観光と商工は私たち観光産業課にお任せください。希望に満ちた街を。コシェルジュ。
こんにちは。春江北養護園の小林です。今年度から保育園部と幼稚園部が併設された春江北養護園は春江町の北部に位置し、辺りには豊かな田園風景が広がっています。近くには百合の里公園があり、天気の良い日は毎日のようにお出かけしています。春にはザリガニやオタマジャクシ取りを楽しみ、夏にはプールやドロンコ遊びを楽しみました。これからの秋は青空の下でバッタ取りやどんぐり拾いを楽しもうと思います。最近では文字や数字に興味関心を持ち始め、遊びに取り入れています。友達と関わりながら仲間づくりをしている心優しい17人のお友達です。おやさんになりたいです。ドーナツ屋さんになりたいです。アイス屋さんになりたいです。飛行機のパイロットになりたいです。消防士の人になりたいです。看護師になりたいです。サッカー選手になりたいです。お花屋さんになりたいです。サッカー選手になりたいです。お肉屋さんになりたいです。パン屋さんになりたいです。ゴルフ選手になりたいです。サッカー選手になりたいです。パン屋さんになりたいです。帽子屋さんになりたいです。お花屋さんになりたいです。こんにちは、とちあようこです。坂井さん家のちょっと昔の話では、坂井市に伝わる伝説や昔話をお伝えしていきます。皆さんのお住まいのところは出てくるでしょうか。ご家族お揃いでお楽しみください。今日のお話は春江の昔話です。物販のご利益。昔の春江の姫王に歩きの工作中男がいたんやとの。工作は村の門に頼まれた仕事や撤退をしたり、相撲が好きやった酒ん手に暇さえあるちゅうと相撲を取ったりしてたんやとの。あっとき耕作は姫王の庄屋に頼まれて、隣在所の西方寺の庄屋まで急ぎのことづてを届けることになったんやとの。耕作は西方寺に向けてせいで歩いていったんやと。途中木部神社があって、大通りをくぐって持ち人行くっちゅうと、池へ松の木があったんやと。ちょうどここまで来た時、おい耕作ちょっと待てちゅう池へ声がしたんやと。耕作はびっくらこいて声の知る方を見たんやとの。ほいたら松の木の股に赤い顔した長い鼻の天狗が眠ってて、耕作の方を見下ろいてたんやとの。大天狗は、耕作、今から裏と相撲の
勝負をせえ中端やと。耕作はこんな池へ大天狗と相撲なんか取ったらどんなひどい目に遭わされるかわからん、なんとかして逃れなあかんと思ったんやと。ほんで大天狗様、裏は今姫王の庄屋さんに頼まれて西宝寺の庄屋さんまで急ぎのことづてを届けに行くとこですんやね。ほやで今相撲を取ることはできませんのや、ちゅうたんやと。ほうれ聞くちゅうと大天狗は、ほうか、わかった、ほなはよ行ってこい、裏大目が戻ってくるまでこの松の木の股に眠って待ってるさけ、ちゅうたんやと。耕作は急いで松の木を離れるちゅうと西宝寺の庄屋の家に向こたんやての。西宝寺の庄屋の家に着くっちゅうと庄屋は、お耕作ご苦労さんやったの、ことづては確かに受け取ったさけんて、ほう姫王の庄屋に伝えてんでちゅうたんやと。ほでから、あほやおめえ遠いとこを歩いてきたんやさけんて、さぞ腹が減ったやろの。今うちの仏壇のお仏壇をお下げ申したところや、漬物をおさいにして仏壇の茶漬けでも食うていきねえの中点だったんやと。白いママのお仏壇はほれはほれはうまかったんやっての。耕作は漬物で物販の茶漬けを呼ばれるちゅうと、今度姫王に向こて戻っていったんやと。また木部神社の松の木のそばまで来るちゅうと、大天狗がちゃんと松の木の股に眠って待ってたんやっての。おい耕作、戻ってきたんか。耕作はもう逃れられんと思って、覚悟して、大天狗様、どうか大手柔らかにお願い申します、ちゅうたんやと。ほういたら大天狗は、の耕作、今日の相撲はやめや、ちゅうたんやと。耕作はほっとしたけどた、なんてやろと思って、ほうれはまたどうしてでございますかって聞いたんやと。ほういたら大天狗は、の耕作、おめえ今西宝寺の庄屋んとこで物販を食うてきたやろ、ちゅうたんやと。へえ、物販の茶漬けを呼ばれてきました。ほやろほやでや、おめは知らんやろけど、物販にはほれはほれはいけへご利益があるんや。ほんな物販を食うてきたおめと相撲を取ったって裏の勝ち目はねえわ、ほやさけんて今日の相撲はなし、やめややめや。ほう言うと大天狗はパッと消えてもたんやっての。こねして耕作は無事姫王まで帰ることができたんやっての。そらいべったりかっちんこ。仏様のご利益は偉大だったのですね。図書館にも楽しい本がたくさんあります。今回ご紹介する本はこちら、アシナガです。すらりとした美しい犬アシナガは野良犬たちから嫌われていました。でっかい家に住んですんごいごちそうを食べてるんだって、子犬や子猫を食べちゃうんだって。かっこいいけど最低のやつ。野良犬の剣はそんな噂話を信じていました。でもある日剣は
アシナガの本当の姿を知ります。さて、その姿とは。図書館には素敵な物語があります。本の中のいろんな世界を楽しんでみてくださいね。次回もお楽しみに。会計課です。市のお金を扱っています。心豊かな町を教えて。